戦後の経済復興を支えるため、国鉄は動力近代化の掛け声のもと、積極的に電化とディーゼル化を進めました。電化区間では高規格の路線が幸いし、高軸重を許容。電動機の性能向上もあって高出力化と高速化は順調に進みました。しかし、非電化路線ではそうもいきませんでした。貧弱なディーゼル技術に加えエンジンそのものが持つ限界から、軌道の脆弱な地方幹線では常に出力不足に悩まされます。こうして蒸気機関車時代には普通に見られた補機、10連運転がディーゼル化後も続くこととなります。機関車牽引列車が主体だった当時、ディーゼル技術で遅れていた日本は、海外メーカーとの技術提携なしには、本線用大型ディーゼル機関車を作ることができませんでした。900馬力の DD50 がドイツのエンジン技術で開発されたものの、900馬力では本線用には力不足、10連運用が基本とされ、片運転台の車両を背中合わせに並結という、実質的に DH50 という形態で運用されたのです。しかも軸重は16トンに迫り重量級蒸気機関車並み。これでは地方幹線へは投入できず量産されませんでした。この問題を打開するため、軸重14トンに収まるように6軸とした DF50 が開発されたのです。1時間定格では1400馬力まで出力向上されたものの、動輪収出力は1000馬力少々。これでは中堅クラスの蒸気機関車に太刀打ちするのがやっとというありさま。山岳路線では比較的単編成の客車列車ですら10連運転を強いられるありさまでした。そうした中、昭和37年になってやっと国産エンジンを搭載した2000馬力級機関車 DD51 が登場。しかし、国内輸送の主力を国鉄が担っていた当時、急激な経済成長に伴う旺盛な輸送需要に応えるにはこれでもパワー不足だったのです。機体の DD51 後に出力増強されたものの2200馬力止まり、重量貨物牽引では D52 にも及ばない状態。電気機関車ではすでに3000馬力を軽く超えた新性能電気が量産され、1000トン超えの貨物列車を牽引していました。一方、エンジン出力の8割程度しか有効な動輪収出力が出せないという液体式の制約も重なり、電化路線並みの輸送力を得るには10連にしなければなりませんでした。ディーゼル化で乗務員の作業環境は劇的に改善したものの、速度向上、牽引重量増加には寄与できませんでした。輸送量増加も加わり、蒸気機関車時代の10連運転区間の多くは、10連運転の解消に至らなかったのです。当時、消えゆく蒸気機関車を追ってブームが到来、補機付き列車は多くのファンを引きつけていました。これらが DD51 に置き換えられると、あたかも雲の子を散らすがごとく、ほぼ全てのファンは消え去ったのでした。ディーゼル機関車とは格も魅力のないものかと、毎回沿線のカメラの放列に迎えられていた蒸気機関車乗務員はつぶやいたとか。しかも蒸気機関車を追い払う中心的役割を担った DD51 は、多くのファンに目の敵にされたようです。鉄道趣味誌に取り上げられることは滅多になく、ジャーナル誌が、ディーゼル機関車の魅力、という特集を組んだ程度、乗務員には歓迎されながら、一般社会からは注目されない、地味な存在でした。しかし、時代が進みブームも沈静化、熱狂的な蒸気機関車ファンに代わり、ディーゼル機関車の魅力を見出したファンも現れました。非力ゆえに、後部補機の助けを借りたり、あるいは10連で勾配に挑む姿は、かつての蒸気機関車の魅力と重なったのでしょう。しかし、DD51 が地方幹線を制覇した頃が国鉄のピーク、すでに自動車の時代となりつつあり、急速に鉄道離れと経営悪化を招きました。さらに労使双方の放慢な姿勢はこれに拍車をかけ、
国鉄崩壊へと進んだのです。高出力ディーゼル機関車は計画倒れ、電化が進む中でディーゼル機関車は徐々に肩身の狭い存在となっていきます。旅客列車では機動性の優れた電車機動車が中心となり、幹線以外の貨物輸送では有効な改善策もないまま衰退の一途をたどったのです。老朽化や余剰などで廃車が徐々に進むものの、 DD51 は JR 化後も長く生き残ることとなります。高規格路線向けには高出力の DF200 が開発されたものの、軸重14トンと軽量な DD51 は使い勝手の良い面もあったのです。今でこそ工事列車牽引などで細々と活動を続ける DD51、 特急コンテナやブルートレイン牽引という栄光まで味わい、長寿形式としてその生涯を全うした車両と言って良いでしょう。